窓から出るか。ここ5階よ。じゃあどうすんだよ。バラバラに出るしかないわ。あなたが先に出てみんなを引きつけて、私はその間に病院の外に。引きつけるってどうやって。そんなの自分で考えてよ。え、そこは確か空き部屋。何のためにどうかの。とりあえずこっち。おらんか。姫、ちどろ姫。これ。バカ、声出さないで。そんなこと言ったって。これ。よっぽどピンチなんですけど。ちょっと何考えてんのよ。いや無理言うな。二十歳男子の正常な反応だ。うん？今すぐ下ろして。だから無理だって。これ以上やったら事務所に通報するわよ。バカ、動くとよけ。大丈夫ですか？大丈夫じゃん。そうですか。つかぬこと伺いますが、若いカップル見ませんでしたか？病院の外に行くと言っておったの。何？恩に来ます。星は外じゃ。言ったみたいだな。そうね。この距離やばい。なんて細くて柔らかい体。今俺の彼女だよな。ダラレンタル彼女だっつってるでしょ。あんたとそういう関係になるなんて天地がひっくり返ってもないから。千鶴？千鶴じゃないの。おばちゃん。どうした一ノ瀬さん。あ、カズヤ。この子がカズヤくん。じゃ、なごみさんのお孫さんの彼女って千鶴なの？それってまさか。千鶴は私の孫娘です。これ以上迷惑は。ごめんばあちゃん。本当は俺彼女なんて。和也さんのおばあちゃんとうちのおばあちゃんって知り合いだったんですか？